漫画家のカッピーです。よろしくお願いします。銀のアクスと申します。お願いします。よろしくお願いします。今回2素材あるんですけど、こっちがベンタイルっていうあの布の名前ですね。ベンタイルっていうやつと、エレンが作中でも着てるそのリフレクション素材、このフラッシュをバシン当てると反射して光るっていう。なのであのちょっとリフレクションバージョンとベンタイルバージョン、これ違いって何なんでしょうね、はい、まあ布が違うのは一目瞭然なんですけど。そうですね。でもまあ両方いわゆるその雨を防ぐぐらいの撥水ってものがついていて、でこっちはいわゆる旧撥水素材みたいな感覚で、イギリス空軍とかがもともと使ってた、今でいうゴアテックスみたいなものの、それの、まあ、いわゆる綿の最高級って感じですね、こっちは。いわゆるその、まあ、ゴアテックスってそのハイテク素材で最近、まあ、この近代に誕生した布だと思うんですけど、そのなんだろうな、その昔からあるその布地なんだけどハイテクの機能が備わってるっていう。だからそのハイテクもなんか、まあ、どっちかというとなんか職人技というか、そのこう超高密度で編み上げることで撥水してるっていう、なんでしょう、そういうことですね。パワープレイなんですよね。まあ、とにかくスペックがめちゃくちゃ高い布です。そういうことです。はい。いわゆるそのリフレクション素材って、そうですね、バッグとかのなんかちょっとした部分になんかリフレクターついてたりするじゃないですか。うん、だからリフレクターのなんか布って何かしら見たことあると思うんだけど、それをこういうなんか服にしてるのは見たことないですよね。そうですね。あんまり、しかもこのなんつうかブラックという、まあ、はっきりブラックとは言えないけども、ほぼ黒みたいなもので作られてるのがまずないですね。基本的には銀みたいな色がリフレクターの普通の色じゃないですか。ですよね。なかなか見つからず、しかもむちゃくちゃ高くて世の中にほぼ出回ってないっていうものを探し出してきたんで、こんな着方したらいいんじゃないかっていうのをやってみます。はい、これはね、韓国の、誰にもというブランドで、スーパー極太パンツなんですけど、こういったバランスであえてこのロングコートを合わせるっていうのが、まあ、うちとしてはおすすめで、で靴は、まあ、このヨソっていうブランドで、これも韓国の、多分日本ではほとんど見ないんですけど、こんなブランドですね。でももう韓国では支持を得てる、イケてるブランドなんですけど、めちゃめちゃかっこいいですね。ね、これも結構太い方なんだけど、それよりもさらに太いですね。はい。でしかも裾が若干バルーンになってるんですよ。ね、かわいい。はい。兄ちゃんの身長いくつ？168センチです。あ、俺と同じ。かっこいい。うん。めちゃめちゃ似合う。あ、似合う。うんうん。多分私は結構高身長で手もすごい長いんですけど、なんか女性だったらこう可愛いシャツとか着ちゃって、なんかこう曲げたりとかしても可愛いですよ ね、うん、ね、なんか折り返す時にダサくないように、なんかちゃんとこの内側にもリフレクター素材使ったりするんで、結構このめくってもらう前提でちゃんとデザインされてるんで、タグが入ってますね。グッとくるポイントがたくさん入ってます。なんでフェスとかでもうそのまま若干の雨も防げちゃうってことは、フェスとかのコートとしても使えちゃうっていうものですね。女子はここリップ入れたい。まあ、さっきもちょっとビッグシルエットだったんで、そんなめちゃくちゃ変わんないかもしれないけど、でもやっぱこの極太が合うというか、めっちゃカジュアルな感じでも全然合うっていうか、割と何でも合う。このベストは劇中ではそのここをフォーカスしてないんだけど、その本当にグラフィティアーティストの作業着というかワークウェアというのが存在するとしたら、なんかこういう内側によりたくさんそのグラフィティのなんでしょうね、そのツールが入れられるようにっていう、なんかまあちょっと最近フィッシングウェアとか流行ってると思うんだけど、そんなノリでなんかグラフィティアーティストのワークウェアみたいな感じで、いい感じですね。あ、いいっすか。イケてる。伊藤家。
伊藤とか言っちゃったけど。はい、どうでしょう。なんかこういうワンピースに合わせてほしいなと思って、今日わざわざ来ても来てもらった。いいですね、はい、ワンピースで。私163センチなんですけど、今ブーツ履いてるんで、うん、10センチぐらい、まあ、ちょっと持ってる、ちょっと持ってるんですけど、うん、でもまあブーツ履くしね、それ。うん、いけてます。いけてる。女性が着てもしれっととっても素敵です ね、うん、あと高級感がすごい、うん、ちょっと横向いてもらって。うちの奥さんはあの身長いくつだっけ、163cm だから、まあ、ちょっと折り返してちょうどいいぐらいだね。うん、これゴム の、 あのコードでここをホールドできるようになってて、でしかもこのコードにまでリフレクターを入れ込んでるコードなんですよ。だからこれもチラチラ光るっていう、そういうとこまで相当こだわって作ってるんで、なかなかない。でしかもこれゴムのなんですかね、ストッパーでスッて引くだけで止まるんですよ。あ、すごい。でこれでスッと戻せるっていう簡易的な、すごい楽な、でも凝ってるみたいな、すごいデザインですね。これはもうこのパイピングっていうこの処理で、これが結構開いた時もすごいかっこいいんですよ。でこれが全部リフレクター素材っていうのもまたおしゃれ。これがだから光るっていうことですね。うん、どうです？さっきの質問についての。でもなんか丈感全然あの大丈夫だね、うん、大丈夫です。うん、足元足元映ってます。ちょっと僕の方で寄ってみます。多分身長的には160センチは全然問題ないと思いますね。そうです、全然問題ない、うん、結構普通の格好でこういう格好するじゃないですか、うん、なんかデニムにセーターとかそういうので、ちょっとベンタイル着ようかな。じゃあベンタイルバージョン、はい。本当に普通に、普通にいいっすよね。高青年感がすげえですね。いや割と結構モードでもあるし、そのなんだろうな、結構ファッションじゃないですか、これ形が。そうなんですよ。結構ファッションめいてるじゃないですか。でも割と中普通でも全然合うと思うんですよ。そのハイブランドでめちゃくちゃ凝っててすげえおしゃれなんだけど、中普通だとなんか持たないみたいな服あるじゃないですか。そうですね。そういうのと比べて割と何でも合うと思うんで、うん、結構あの中あんま迷わないんじゃないかなっていう。まあさすがにその雨の日これ一着で着ないと、あの雨の日にはこの傘ささないのはあんまりないと思うけど、まあちょっと小雨が急に降ってきてもなんか全然大丈夫ですね。超大丈夫っていう感じ。こういう着方ができるんですよね。はい、裾の方は開いてっていうこともできちゃうと。なるほど。うん、だから中のレイヤーで色が入ってるものとかだとそこで目立たせることもできて、なかなか凝ってるんですよこれも。でこれだけダッポリしてるからもっと肉厚なニットだったりとか、ね、インナーダウンとか入れても全然着れちゃうんで、うん、それもいいですね。そう、あのアームが広いんですよ、うん、だからあのなんかこれ突っかかることもないっていうか、なんかスーツスタイル、うん、オフィスこれでわかんない、モロスーツじゃないけど、まあ、うん、あの普通の職場で着そうな感じです。もうクリエイターのね、はい、あの広告代理店とかね、広告代理店で、はい、おしゃれな方針しかもかなりイケてる広告代理店の方とかですね。ジャケットインで、うん、このバランスもやっぱりイケてますよね、うん、かっこいい。細めでも合うのがさ、いいよね。ちょっと女性目線からもこれはね、キュンかっこいいですよね。キュンです。お、奥さんがキュンとする仕事で来てほしいね、クリエイターに、うんうん、クリエイターっていうかあの普通に働く人に何にでも合うのを今日だから見せたいなと思ったのが、スーツにも合うんじゃないかなと思ってちょっと見せたので、それを持ってきました。ありがとうございます、はい、ちなみにカッピーさんどっち買うつもりなんですか。僕は両方。おお、さすがそれそうですこれで俺は買わないみたいなんですよ俺が欲しいのを作ってるんで、るほど。僕の経済力でいうと1つしか買えないんで、僕はそっちを買う予定なんですよ、リフレクターバー、はい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 、やっぱその素材はまず街中でこうファッションショップに行ってもですね、いわゆるセレクトショップに行ってもなかなかないから、ないですよね。もうその素材だけでもちょっとかっこよすぎちゃって、こっちが僕はいいなと思ってる。あのね、
そう、その漫画のアパレル、漫画のまあ言い方あれだけどグッズなのにこんなにやってるなんてっていう、まあ褒めてくれるそのコメントがあったんですけど、いやそうじゃなくて、漫画の設定ではアパレルブランドの最先端を突き詰めた洋服っていう設定だから、その設定通りにアパレルブランドの中でアパレル業界でめちゃくちゃ新しいことをやろうっていう意気込みでやってるんで、はい、あのね、これ絶対見たことないからいや、かっこいいよね、早く着れる季節になってくれっていうねいやまあでもこれでね、ソヤちゃんと歩いてればお父さんがめっちゃ光ってるから車にぶつかることとか絶対ないから車急に来てますよ、本当ですね、確かに、ちょっと待ってね、うん、じゃあソヤちゃんバーツ繋いでください、はい、お願いしま す、キラキラ星歌ってくださいあ、いいっすハートが僕が168です。まあ、こういう感じで一旦かぶってから抜くって感じにしてもらえれば、全然いいわ、かわいい、かっこいい、何の問題もないかなと思います。あ、でもかわいいですね、あのなんか全体にでかいバランスで撮ってるから首元にボリュームあってもそんなに嫌じゃない、うん、かっこいいってくれたの、これ台湾の人ですね、台湾の有名なセレクトショップの バイヤーとかをいろいろやってる、お、マジですか、じゃあ、はい、ぜひ下ろしてもらって、見えるかな、このロゴ、後ろにもロゴあるし、はい、こんな感じで、これもね、だからやっぱ手に取ってもらわないとわからないディティールが詰まってるんだけど、まあこのポケットがたくさんついたりとか、このそもそもこの何でしょうね、まあ普通の洋服、フィッシングウェアとかそういうワークウェアとかそういう文脈ではあんまり出てこないそのボタン、あのポケットの付き方してるんで、なんか今回だから面白がってほしいのは、その漫画から出てきた服っていうよりも、もといグラフィティアーティストが着てる服を初めて作ったっていうか、なんかグラフィティアーティストのワークウェアがもし存在したらどんな感じだろうっていう、もしもから生まれたあの洋服なんで、結構そういう意味であのどれもこれもディティールが新しいなっていうふうに私は思いますけど、うん、これさえあればそれこそフェス行ったら缶ビール6缶は持ち歩けるですからね相当ですよ、いろんなものを持って、まあまあ、それこそバッグとか何もいらないですよね、これだけあれば本当ですね、うん、後ろもかっこいい、いいですね、うん、これ逆に今までこのインサイドのベストの提案しかしてないですけど、うん、アウトにベストを乗せるっていうのかっこいいかもしれない、マジ一回やってみましょうか、あ、ほらかっこいい、いわゆるあの何ですか、見たあの ACG じゃないけど、はいはいはい、その何だっけ、名前が出てこない、ちょっと見てみますやばくない、やばっそっちの方がかっけえかもって、ちょっと出てない、やばいね、これだからやっぱちょっとセットで買ってほしいな、そうっすね、かなりかっこいい、セットで買うと分かってますよ、高いんですよ、高いんですけど、だから本当に物がいいんでしょうがない、許してください、なんか雑誌の表紙みたいねえ、これいい、アウトベストかっこいいワーク感って出てますね、ありがとうございます、やっぱなんのかな、このそんなになんか別にトレンド意識したわけじゃないんだけど、すげえ結果的に今っぽいアイテムな気がしますね、うん、ワークウェアとビクセルトとでもハイブランドっぽい素材感というか、アクロニウムとかあの辺の感覚、うん、うん、なんか相当ハイスペックで作られたウェアって感じが今して思いますね、でここの着てもらってここの、まあ、サイズっていうんですかね、これも調節ができるんで、女性の方でももっと下で着たいとか上で着たいとかっていうのはこの部分で調節できるんで、それもあの人に合わせてっていう感じなんで、お好きなようにできます、
やっぱりかっこいい。この着方が一番俺好きか。かっこいい。やっぱりかっこいい。さ、俺このカットを漫画に描けばよかったな。ちょっとやばいっすね。俺じゃあ今年の秋冬はこれでいくわ。この外に着るタイプの。コメントを伸ばしてもいただいてますね。そのポケットは実際何か入れる用のポケットなのでしょうか。これはね、スプレー缶、ここはスプレー缶ですよね。グラフィティアーティストのワークウェアなんで。で、このね、内側とかの、こういうのはあのマーカーペン。グラフィティアーティストがマーカーペン使うんで、マーカーペンとか、まあ、あとはその、まあ、本当に何でも、ノズルとか、なんかそういうのを、グラフィティアーティストが使う、そのいろんな小物を、まあ、考えて、それがこういろんなところにこうしまえるよっていう、うん、めっちゃかっこいい、うん、後ろこの着方がやばい、本当にやばい、これやばい、これなんかその帝国ホテルで行われるイベントの内容とかはまだオフレコですか。あ、いや、ね、普通にもう言ってるんですけど、僕の書いたその原作版の左利きレーレンの、漫画を展示します。そこでしか読めないんですよね。そこでしか読めない。なので、まあ、今回ね、その幸いにというか、帝国ホテルで試着と展示をやるんですけど、今回これワンサイズなんで、で、主な販売方法はネットなんで、まあ、これ見てる方だったら別に誰でも買えるはずなんで、うん、はい、ネット使える人なら。あとでね、あれって今買えないのって言われるんですよね。で、それやっちゃうと、まあそのキリがなくなるっていうのと、あとまあ一緒に作んないと、じゃあ追加で1個作ろうとかができないので、洋服ってまあ一応その今回の期間結構長めに一応用意してるんで、もし興味あったらそのお買い忘れなくというか、はい、後で結構言われがちなので。質問いいですか。質問、はい、質問というか、あえて選ぶならどっちがおすすめですかって聞くの。おー、でもこれは僕洋服や、まあ、アパレルをもう二十何年やってきてる人間からするとこの素材には相当惹かれていて、だからこれはちょっと僕は、まあ、本当ハイブランド の、 感覚っていうんですかね。で、他にはないなっていうのがあるんで、僕はこのセット30万超えちゃいますけど、ちょっとこれが着たいなっていう感じですね。うん、赤ピさんは僕とはちょっと違うからちょっと聞いてみましょう。まあ僕は両方買って、なんだろうな、そのめちゃくちゃおしゃれしていきたいというか、パーティーとか、トークイベントとか自分が主役の時はこっち来てる。ああ、なるほどね。自分が目立ってもいい時はこっち来てて、ね、はいはいはい、なんかそうじゃない時はこっちかな、なんか。だからまあ本当に結構その僕もその今回のためもあるし、っていうの、今回のためもあるし、もともと洋服好きなんで、結構洋服にお金、まあ、正直使うんですけど、うん、僕が買ってる30万のコートと比べても、全然、安いっていう表現が正しくないけど、スペック考えるともうちょっと高くてもおかしくないと思います。入った、はい、いやでもやっぱ黒をこうやって着てると、やっぱ黒ってなるとこのかっこよさはあって、うん、まあ、人が着てるとそっちが着たくなるっていう、まあそうだね、やっぱね。まあ唯一無二、多分もうこの素材をこんなに面積使って洋服にするの多分金輪際ないと思うんで、AK5 関係なくこんな高くなっちゃう、こんなすごい素材を全面に使うってまあありえないと思うんで、まあ、そういう意味だと、まあ、ある意味ファッション誌に名を残すはず、うん、これはまあいくらとは言わないですけど、キジネは本当に、まあ、そのいわゆるハイブランド、シャネルさんとかいろいろジルサンダーさんとかありますけど、あの人たちが使ってる値段を超えてますぐらいの本当に素材なんです、これは。マジで頭おかしいんですよ。だから漫画を再現するっていう大義名分がなかったら絶対にこんな使い方しないっていう、まあ、まあ、その服として新しいかどうかって別に買う人にはあんま関係ないかもしれないけど、僕らとしてはすごい新しい挑戦をした
まあ、作品ですよね、もう。そうですね、アートピースですね。アートピースなんで、うん、だからまあこっちを所有してもらったらまあもちろん嬉しいし、でもガンガンその日々着てって、その会社員で会社に着ていくとかだったらこっちの方がいいかもしれない。うん、絶対その方がいいと思います、うん、僕も。っていう感じですかね、うん、はい。発売を楽しみに待っててください。いいっすかこれで最後こんなもれでいいっすか最後の最後でなんかやっぱダセーみたいな、こいつらこいつらがダセーみたいなすいません、はい。じゃあそんな感じで、はい。本日はインスタライブ見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。新月発売楽しみに待っててください。はい、それじゃあおやすみなさーい。ありがとうございました。